大野城市の小学校で児童がいじめを理由におよそ1ヶ月学校を休んでいたことが分かりました KBC の取材で重大事態に認定されていないなど積み重なるずさんな対応が判明しています関係者によりますと去年大野城市立の小学校に通う女子児童が同じクラスの児童からいじめを受けました転校するまで1ヶ月間学校を休みましたが学校などは 欠席30日が目安とされる重大事態に認定していませんでした大野城市教育委員会は土日を除いた欠席日数は25日間でケアなどには取り組んでいたと弁明していますさらに転校先に前の学校の教頭ら2人が赴任し再び不登校に市教委はこういった状況になり申し訳ないとしています女子児童の保護者は もっと子どもに寄り添った対応をと訴えています。